モルデハイ・シュピーグラーは、ソビエト連邦出身のイスラエル人、サッカー選手である。イスラエル代表として、歴代最多の32ゴールを挙げた。2003年の UEFA ジュビリー・アウォーズでは、イスラエルサッカー協会により、同国の過去50年最高の選手に選ばれた。ロシアに生まれ、5歳でイスラエルのネタニヤへと移る。地元クラブのマッカビネタニヤ FC で、得点王に3回、マーリブ紙による年間最優秀選手に4回輝き、1970から71シーズンにリーグ初優勝へと導いた。その後は国外移籍してフランスのパリ FC とパリ・サンジェルマン FC、NASL のニューヨークコスモスに所属した。コスモスではペレとチームメイトだった。イスラエル代表としての国際 A マッチ初戦は1964年1月2日の香港戦。1977年に代表を去るまでに83試合に出場して、同代表歴代最多の32ゴールを記録した。1968年のメキシコシティ夏季オリンピックで、シュピーグラーはキャプテンを務め、3ゴールをマークした。イスラエルは準々決勝に進んだが、ブルガリアと引き分け、抽選によって敗れた。1970年 FIFA ワールドカップ。メキシコ大会アジアオセアニア地区予選プレーオフの対オーストラリア戦では第1戦、第2戦ともに1ゴールずつを挙げ、イスラエルはワールドカップ初出場を決めた。本大会ではスウェーデン戦でイスラエルにとって同大会唯一のゴールを挙げて1-1の引き分けとしている。監督としてもマッカビ・ネタニヤを1982-83シーズンのリーグ優勝に導いた。ありがとうございます。